善光寺の表参道におよそ8ヶ月の改装期間を経て、老舗書店がリニューアルオープンしました。読んで食べて飲める新しい形の書店です。善光寺のお膝元らしく、店頭には御朱印帳がずらり。表参道で古くから親しまれる長野西沢書店がブックカフェとして生まれ変わりました。趣味で歴史歩いてるので、こういう現地のやつを買って帰るんですけど、面白いですね。あとこれもイタリアで、この漫画はとても人気なんだ。江戸時代の末期に創業、県内で唯一国の広報誌官報を扱ったり、学校の教科書を揃えるなど、地域とともに長い歴史を紡いできました。内装も随分変わりましたね。以前は本当に町の本屋さんのスタイルで、本棚が本当に縦にね、何本がこうやって並んでて、今回はやっぱり一個一個の棚を生かして、それぞれの棚ね、みんな個性を持たせて並ばせていただいております。ネット通販や電子書籍が普及し、全国的に書店の閉店が相次ぐ中、実店舗ならではの魅力を生かしたいと、およそ10年前から構想を練っていました。地元住民も待ちわびたオープンです。しょっちゅう子供の頃から来てたから嬉しいですよ。地元の本屋さんに頑張っていただきたいので、すごく応援したいと思います。購入前の本を読みながら飲食を楽しむことも。コーヒーは店のオリジナル、すっきりとした後味です。店の限定商品は他にも、市内のパン店サンチとコラボした抹茶あんマスカルポーヌです。いただきます。マスカルポーネが加わることによって、コクが出るので、すごくリッチな味わいになります。美味しいです。本を伝えることのね、そういう大切さ、そういうものをここを通じてね、なんかまたいろんな方に知っていただければなって、そういうふうには考えています。老舗書店の新たな歴史が始まります。